こんにちは、HB ファクトリーの3人です。よろしくお願いします。今日うちの代表の岡村、今裏で次撮る動画の車両まだ組み立ててるんで、僕一人でやらせてもらいます。はい、で今日紹介するのは新しい在庫の2台、見てください。ジャイロ X とジャイロキャノピーなんですけど、とうちで作った新しい新色の色に両方オールペイントしてます。これかっこよくないですか、この色。かっこいいですね。はい、アドベンチャーブラウンっていう名前でうちで、売り出してるんですけど、ベースというか、参考にしたのは、トヨタの新型ランドクルーザー250、それにサンドっていうカラーがあるんですけど、それをベースにしてちょこっと改造して、トヨタさんのサンドよりかは若干明るめな感じにしてあります。あれ実際見たらね、原車結構暗かったんで、なんかちょっとカタログで見たイメージと違うなと思ったんで、明るめにしてあります。結構爽やかなイメージかなとも思います。はい、この色今まで作ったことないんですか？1台だけジャイロ X これより前に先行して作ったんですけど、それがもうすぐ店頭出したら売れちゃって、だからまともにご紹介できるのはこれが初めてかなと思います。はい、やっぱ今っぽいですよね、色合いが。なんかオールド系ではなくて、なんかもう本当ニューウェーブというか新しい感じが。はい、でまずこのジャイロ X なんですけど、これ今パーッと見てる方分かるかもしれないですけど、これなんと3型最終型のモデルのジャイロ X、 なかなか珍しいですね。ここのピボットなんかも許可されてるんで、ここのアームがねすごいごつくなってるんですよ。でここのフロントフォークの支点の部分なんかもベアリングになってたりとか、でこれのおかげかどうか3型は非常にハンドリングがすごいスムーズ、なんかふわふわしたような感じも一切なくてどっしりしてる、感じですね。あとどこで分かるんですか？あとは、定番ですけど、あそこのフューエルリット、フューエルリットじゃない、オイルリットがここについてるんで、ジャイロキャノピーと3型と同じく、ここでオイル交換もしやすくなってますね。で、オプションのパーツとしては、足元のこのレッグシールドと、このナックルがあるんですね。で、これもともとグリップヒーターついてるんで、グリップヒーター付き。で、あとはこのパーキングリンクなんかもこの型になって、そのジャイロキャノピーと共通のレバー使えるようになったんで、これ結構折れちゃってもすぐここでネジで交換、外して交換するだけなのでかなり楽ですね。で、あとは滑りにくい材質のシートに張り替えしてあげて、で、ホイールはうちのオリジナルの 5J マットブラック塗装してあります。ここのね、つらつら具合がね、このセットは結構僕好きですね。で、駆動系等々は全てオーバーホールしてあって、現状なのはエンジンだけ。ただエンジンもかなり調子がいい状態ではあるので、しばらくは大丈夫かなと。ゆくゆくは使ってるとどうしてもオーバーホールしてあげなきゃいけないとは思うんですけど、現状はまだ全然 OK っていうような感じですね。フロントも塗ってるんですよね？あ、そうです。フロントもホイールマットブラックに塗ってあります。で、タイヤはミシュランですね、前は。なるほど。はい、ジャイロ X はこんな感じですね。じゃあ次はジャイロキャノピーの方を紹介していきます。で、これも同じく重整備車両、フルオーバーホールしてある車両で、キャノピーに関してはこちらエンジンも手をかけてあるんで、もうかなり状態としてはもうバリッと仕上がってるコンディションですね。で、こっちはもともとそのランドクルーザー、さっき言ったようにランクルの色をベースにしてるんで、タイヤなんかもブロックパターンのちょっとオフロード意識したイメージのタイヤを装着してます。後ろは同じく、またこちらも 5J のホイールに、これは太い 16×6.5 のタイヤが入ってるんで、それに合わせてオーバーフェンダーも取り付けてありますね。で、あとはこちらがリアトランクタイプ2、いつもご紹介してる車両にくっついてるやつですね。で、あとは定番のワイドバイザーで、ウィンドスクリーンもうちのオリジナルに新品交換してあります。で、あとこれお好きな丸型のミラーこういうちょっとオフロードっぽい見た目にもこの丸型ミラー似合いますよね。ここら辺もなんかちょっとそういうテイストだ。あ、そうですね、ちょっとオフロードテイストな、感じに仕上がってます。で、あとはこれに関してはスピードメーターは新品に交換してありますんで、ステッチもいい感じですね。あ、そうですね、ありがとうございます。このシートもこれベージュ系の色にはなるんですけど、これもまた滑りづらいシート表皮になってます。これね、結構純正でツルツルしちゃってると、ブレーキかけた時に前にこうずっとこう
体重が寄っちゃって結構ね乗りづらいんで、やっぱこういう風に滑りにくいシート表皮に変えてあげるとかなり乗り心地良くなります。でこれも同じく3型ですね。はい、まあ、一応ジャイロキャノピーもまあこういったところですかね、紹介としては絶好調ですか。絶好調ですね。これはもうやっぱオーバーホール済みの車両はもうやっぱ力もあるし、いかがでしたか。ジャイロ X とジャイロキャノピーのご紹介でした。一応こちらまだ金額の方は決めてないんですけど、概要欄にまたリンク貼っておきますんで、そちらからご確認いただければなと思います。はい、で、いろいろまたこういうオプションつけたいよとか、この2台もちろんご相談乗りますんで、何かありましたらぜひ、はい、ホームページか、まあ、そしてメールかお電話でお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いします。